4時半ごろ、4時40分ごろに到着して準備しています。おはようございます、シカキです。ここにね来る途中第3弾ですね。あれ多分もう引きそうになりました。もうびっくりした。普通にねなんか左の車道からもうねボディはみ出してこっち見て止まってるんです。頭左だったんで、まあぶつかってもまあ角は当たんなかったと思いますけど、ほんとびっくりしましたね。めっちゃはみ出て普通に動かないですから、そのままかわしてね来たんですけど危なかったです。でね、だいたいねこっちまあ両場に着く前にね鹿見るんですけど、だいたいね同じポイントで見るんですよね。だからそこがね多分鹿道なんですよね。だからいつも、まあ、生活利用というか鹿のね生活利用するために、通る道なんで、だからそこに鹿がいるってことはその道にはつき場があると私は思っています。だいたい同じポイントで見てますよね。ここら辺鹿いるなと思ったらやっぱいるんであれでかかったな。だから、まあそういう風に見つけたポイントで地図、家帰ってね地図見てなんかねここいそうだなとかね、そんな感じでね両場開拓されてもいいんじゃないかなと私は思いますね。まあとりあえず一つここにまあ鹿の多い場所をまず探すとか資料ありますよね。あれに載ってるんで大体皆さんが取られてるポイントそこから、まあ、地図見て、まあ、ここから入っていけばいいかなとかで、そこをまず何回かね、何度も通っていくとまあいろんなことが見えてくるっていうか、違う場所に鹿いっぱいいるなとかね、そういうふうに分かってくるんで、そこでまた違う場所を探したりとかするとだんだん両場が開拓されていくと思います。まあライフルまで10年間あるんで、いろんなとこまあ一つ見つけちゃうとそこにね執着していきがちなんですが、まあ私みたいに国有林禁止とか なったらね探す、もうあそこでできなくなるってことは探さなきゃいけないってことなので、必然的にそうやって探すことになるんですけど、でも結果的にね良かったなと思ってますよ。両場広がって、もう少しでもねなんかこう来る途中にね1ポイント2ポイントぐらいかな気になる場所があるんですよね、鹿道で。そこをちょっと地図見て、まあまたちょっと新しい両場広い開拓もできそうだなというふうに今まあ思ってますけど、まあここあんまりね今の時期あんま入りたくないんで牧草地とかそこら辺で、やられた方がいいと思います。熊もいるんでね、雪降ってから山入ろうと私も思います。それじゃあねちょっと早めに行って気配消さないといけないんで、ポイントね変えたんで、前回ダメだったんでねポイントをまた新しいポイントにマッチポイント作って、でそこでねなんとかね取りたいなと思います。頑張ります。時間。一発も外れました。なんでだ。小三段です。100ぐらいの。100メートルぐらいだと思うんですけど、外れました。なんでだ。あ、木に長弾してる。回目手前のすごい太い木に倒れてる木にね長弾して当たんなかったんですよね。で何発か撃ったんですけど全然当たんなくて、でかい3段ね川渡り終わってそうだなった時気づいて、で向こうの方にね陸を私忍びで歩いてたらちょうどいて、で笛やってで止まって見たりしてるんですよね。であ止まったなと思ってちょっと前進んだらその鹿前に歩いてたらしくて、それで私のこと気づいて走って逃げて追い合うってやりましたけど、いやマジ最悪で、その後走ってって川に戻ってったから、でそこで追い合い打ってでね、私がね足乗ったね石でかい岩がねもうすごいグラグラしてる岩だったんですよね。でこう玉乗りみたくなって思いっきりね背中強打しましたね。で銃を持ってたんですが銃もなんとかね最後までもう意識あったんですよ銃に。でもそれでもね衝撃は食らいましたね。スコープずれてますね多分あれは。銃にね銃の重心の方がちょっと当たったのかな。これ横にこうやってなったんですよダーンと。ショック。全然取れない射撃がダメだ。打ち込みます。めっちゃ打ち込んでますね今。スコープいやちょっとねボアサイトみたいな海外から取り寄せたのがあるんですが精度がちょっと悪くてね全然使ってないんですけど、でもちょっと家帰って少しやってみてどんな感じになるかな。それでね大まかにねどっちかにずれてると分かればなんとかちょっとは修正できるかなと思うんですけどね。3段なんで取れないんだろう。当たらないんだよな打っても。それでもね陸上戦に持っていけることが今回の収穫はありましたね。例えば150で見つけたら接近してってね、で陸に上がった鹿を待ち構えるっていう感じで。で普通にいたんですよ。真正面に見つけたんです。で、全然 100m 以内だったんで、でも真正面だったんで、首を枝から出してる感じで、やっぱしちょっと近づいて横腕打ちたいなと思ってそこで気づかれちゃったんですけど、それはね忍びの技術の甘さなんですけど、真正面打っちゃうとねどうなんだろう。やっぱ横向きだよな。なんかショックだな。とりあえず帰ります。帰ってちょっとなんか気晴らしい。行けたらね明日また行きたいと思います。ありがとうございます。